るとここね、いい筐体がありすぎる。どうしよう。なんだここ、忍びありますね、なんか。これよく見るとスペースファイヤーバードだ。はあ。この辺エレメカあるぞ。これミッド、あ、これはアライドのソニックファイター。これどんなゲームなのこれ。あ、なるほど。これで撃ってくんだ。なかなかこのコックピット感すごいですね、これ。はあ、昔のエレメカっぽい感じですね、これ。さすがだな。この辺もなんかエレメカですね、これ。シカゴコインのエレメカとか。これ知らないですね、見たことない。ラグナレーサーだ。はあ。このかき割りの中にね、こう映す感じの画面。なかなかいい感じのレースゲームですね。でこれがシーウルフ、これ初期のね白黒のゲームで、船からね爆弾を落として潜水艦を倒すというゲームですけど、これかなりね今やるとのんびりしたゲームなんですけど大ヒットしたんですよね。この辺もミッドウェイのエレメカですね。これインベーダーっていう、そのものズバリ侵略者がやってくるんでそれを撃つゲームです。この宇宙人すごいね、かわいいね。むしろこれはフライングタイガー。あ、ジョーズありますよ。ジョーズあるんだ。動いてるジョーズ初めて見た。はあ、これねサメのゲームなんですけど、どうやって遊ぶのこれ。これダイバーをうまく避けるのかな。動かないですねこれうまく。いやでもね、こうジョーズ動いてるってここただごとで、あ、これステープルチェイスじゃないですか。うわー、あたりのステープルチェイス動いてるわ。あ、でもなんかこれ液晶モニター、ステープルチェイスを液晶でってすごい。これ競馬のねなんかレースゲームですよね。はー、これ超初期の白黒のゲームですよ。あ、うわー、スカイレイダーがある。これこのね筐体がまたかっこいいんですけど、この当時にあったね、ちょっとこう 3D 風の爆撃ゲーム、スカイレイダー。うわー、これ動いてんだ。でこう手前のねかき割りのこの人が込みでこう操作してますからね。ここでこの操作してる人を見ながらこっちでまた操作しますからね。これはすごいですね、このかっこいい筐体が。でね、こっちの隣にあるのも同じ形の筐体で、こっちはデストロイヤーっていう、こっちはねゲーム的には別に普通なんですけど、やっぱ筐体デザインがこの当時のあたりはねピカイチですね。何がいいってね、このかき割りで画面がねだいぶ覆われて見えなくなってるんですけど、そこがまたね大胆さがいいんですよね。はあ、この筐体ちょっとしびれるね。いやー、どうしよう、どうしたらいいかな。ちょっとこれちびりそう。この辺はスパイハンターとポールポジション。スパイハンターの筐体またねこのコックピット型かっこいいんですよね。こっちでは大ヒットっていう。でこの隣がオメガレース、これもまたですねこのかっこよさではなかなかピカイチな。ここに座ってこの奥でねレースするんですけども、レースは 2D なんですよね。でもこの画面はね結構かっこいい。でこの隣はねファイヤートラック、これなんとハンドルが2つついていて2人で楽しめる消防車ゲームですね。1人が消火、1人が運転みたいな感じです。おお、あ、ブートヒルね、これね世界初の、CPU 使用ゲーム、ガンファイトの後に出た、まあ、これも2人で対戦する感じの白黒のねゲームなんですけど、うわー、でね僕的にねさらにびっくりするのはこのドッグパッチ、こっちもっと珍しい、これ初めて見ましたね。遊べんのこれ、これどうやって遊ぶのこれ。あ、これで弾を撃って、あの缶をなんか流すんだ。でこの角度をこれで決めるんでしょう。
はー、缶をうまく打って相手の方に押しのけて相手に当てるっていう間接的なゲームなんだこれ。はー、うわ、ドッグパッチすげー、どうしよう、震えが止まらない。この辺定番のね、パックマンとかミスパックマンとかいろいろ並んでますけど、僕的にはね、このフットボールあたりのね、4プレイヤーフットボール、4人でできるこのあたりフットボールなんですけど、動いてますよこれ。でね、これ4人でこのトラックボール4箇所についてるのを操作して遊ぶんですけど、もうね、手を挟むこと挟むこと、痛いわ痛いわっていう。でこの隣にあるのがサッカーですね。同じような仕組みでこう4人でサッカーをするんですけど、これさすがに動いてないですけど、置いてあるってことはやっぱ多少動いてたんでしょうね。ここ大丈夫、こんなの動かしてて。うわ、ベクタースキャンまだありますね。ルナランダーとグラビターとブラックウィドウ、スペースデュエルも、あ、動い、もうね、ここそうそうたるラインナップですよ。もうあたりのベクターがほぼ全部あるんじゃないのぐらいの。アステロイドあるし、アステロイドデラックス、アステロイドに至っては2台置いてありますからね。あ、ありますね。やっぱり当然と言っていいぐらいにこのスターウォーズのコックピット版がありますよ。でそれだけじゃなくて、こっちにはアップライト版のスターウォーズがちゃんとあって、隣には帝国の逆襲。うわー、至れり尽くせりですよここ。